こんにちは。タブー視されている性の知識を大人に広める滝本ゆちかです。本日6月2日私滝本ゆちか初の出版となります大人性教育が発売されました。なので今回は大人性教育の自己レビューを行っていこうと思います。どんなことが書かれているかや見どころや効果的な読み方なども解説しようと思います。私もよく本を読むんですけど、他の方のレビューを見てると、あ、そんな視点があったんだと、自分の読み方では足りなかったことを気づかせてもらえたりするので、まあ、今回は著者である私自身がレビューをしまして、興味を持っていただいたり購入していただいた大人性教育をより楽しんで効果的に活用していただけたらいいなと思っております。それではエクストリーム保健体育、人に言えない男女の悩みをすべて解決する大人性教育編です。まずどんな内容が書かれているかなんですが、まあ、ちょうど表紙にいいフレーズが書いてありまして、人に言えない男女の悩みをすべて解決するという、まあ、大きく出たなという感じではあるんですけど、まあ、自分ではなかなかおこがましくてこうは言えないんですが、これ編集者さんがつけてくださいまして、ありがたいなと思っております。性教育っていうタイトルがついてはいるものの、堅苦しい教育的な内容ではなく、日常生活の中で普通に起こりうる問題、例えば体の悩みや男女間のすれ違いや人とのコミュニケーション、人に聞きづらい性の問題など、そういうものも実は性知識があると結構いろいろ解決するよっていうことで、恥ずかしくて人に聞けないとか、プライドが邪魔して聞けないっていう問題がこれを読むと解決するという意味で、人に言えない男女の悩みをすべて解決するというサブタイトルがついているんですが、保健の教科書ではなく性の実用書と捉えていただけるといいなと思っています。なので全国の本屋さんには保健育児のコーナーではなく実用書のコーナーに置いていただけないかと切に願っております。大人性教育のアピールしておきたいポイント2つ、1つ目が医療監修が入っています。主に男性の性に関しては泌尿器科医の白井雅人先生に、主に女性の性に関しては産婦人科医の茂見大輔先生に監修に入っていただいております。普段から間違いのないようにしっかり調べてから情報を出していますし、お医者さんなどの立場ではないからこそ出せる情報をというのをテーマに性知識の発信をしているんですが、まあ、私は医療系の資格を持っているわけではないので、たまに心配される方も中にはいらっしゃるんですね。でもこの大人性教育では現役のお医者さんにご監修いただけているので、そういった方にも安心して読んでいただけるんじゃないかと思います。2つ目、ソースがたくさん掲載されている。普段の動画も論文などを元にした情報を出しているんですが、参考にしているソースが多岐にわたるのでソースの提示はしていないんですね。そうするとたまにソースはって聞いてくる人がいて、以前は時間かけてピックアップして提示していたりしたこともあったんですが、提示する労力に対して見てる反応もないですし、それで視聴回数が上がるわけでもないので、もう今はやめちゃったんですね。でも今回はソースの提示がたくさんしてあるので、ソースは税の方に もうソース確認し放題です。この2点のポイントで、まあ、一般女性の発信する性の情報なんですが、ただの一個人のお気持ちコラムではない本だっていうことが分かっていただけるかなと思います。次にこだわった点なんですが、読みやすさを最も重視しました、ね、個人的に本は右開き縦書きっていうイメージなんですが、さまざまな本を読んでいく中で最近の読みやすい教育系情報系の本って横書きだなと思ったのと、最近は縦書きが読みにくいって感じる方も増えてるような気がしたので、よく考えたら保健体育の教科書も左開き横書きなんですね。なので今回左開き横書きにさせてもらいました。それと情報をこう淡々と書いていくスタイルもいいんですが、内容が性のこととなるとちょっと重たく感じるかなと思いまして、もっと気軽に読んでほしいと思ったので、この性知識アカデミーで発信しているようなスタイルで進行させられないかなと思いまして、登場人物の会話形式で進むスタイルにしました。性知識って何か偉い先生に特別受講するようなものじゃなくって、普
通に会話をしていていくような日常感を感じてもらえたらいいなと思っています。昔からこのチャンネルを見ていただいた方とか過去動画も全て見ていただいている方にはこの本の進行スタイルがちょっと懐かしく感じるかもしれません。ではそれぞれの章のポイントを解説していこうと思います。各章はこんな感じで序章を含めた6つの章で構成されています。まず序章、すれ違いの原因は性知識不足が9割出ました。9割タイトルですね。これ編集者さんがつけてくれたんですけど、ここでは大人が性知識を知ると何がいいのかっていうことと、自分はどのくらい性知識があるのかっていうことが分かるクイズを掲載しています。丸バツクイズなんですが、例えばコンドームをつけていれば性感染症にかかることはない、丸かバツか、小さなおっぱいの方が感度がいい、丸かバツか、マスターベーションをしているとハゲる、丸かバツか、初級編、中級編、上級編と掲載しています。この回答が気になった方はもう今すぐに書店に走ってください。あとはなんでこんなに日本人は性知識がないのかっていうところを日本の性教育の遍歴を中心に、まあ、がっつり真面目な感じで解説しているので難しいなと思ったらここは全然読み飛ばしちゃって大丈夫です。次に 1,2 章は男女それぞれの性についてなんですが、基本をしっかり知っておかないと問題が起きた時に対応できないので、まずは自分の性をないがしろにしないようにしっかり把握して異性の性も理解しておくとこの後の章がきちんと理解できるようになります。5章の中でどこから読んでいただいても自由なんですけど、いきなりこのセックスの章を読んでも中途半端にしか理解できなくなってしまって結局戻らなきゃっていう風になるので、章の順番通りに読んでいただいた方が理解が早い流れになっています。でもこのね、男女の章は情報量が多いので興味のあるところから読んでもらって最終的に全部読んでもらえたらしっかりと自分の身になると思います。第1章、知っておくと役に立つ男性の性、どうしたらモテるかから始まって生涯現役で過ごすためにはどうしたらいいかというメンズヘルスについて詳しく書いています。なかなか男性だといや俺元気だしみたいな感じでプライドが邪魔して聞いたら負けみたいに思っている方も少なくないみたいで、自分から情報を得ようとしないんですね。でも知らずに地味に悩むより知って楽しく過ごした方が絶対にいいので、もうこっそり読んでください。この章の重要ポイントは、男性がモテて楽しく過ごすためにはマイナスの排除とテストステロンが鍵です。何か一つが長けているよりマイナスが多く排除できている人の方がモテます。この2つはつながっていて、テストステロンのレベルが上がるとマイナスは排除されるし、テストステロンのレベルが下がるとマイナスが出てきてしまうんですね。そのあたりを詳しく解説しています。第2章、知っておくと役に立つ女性の性、自分の体を知ることっていうのがすごく大事なんですけど、最近はネット上で外性器の図が載せられる場所がどんどんなくなってきていて、もう本当に保険の目的で掲載しても可愛いイラストにしてもアウトになってきてるんですね。しかも学校の保健体育の教科書にも掲載されていないので、知るところがなかなかないんですよ。女性でも分かりづらいのに、男性は初めてのセックスの時に初めて見るなんてことも少なくないので掲載いたしました。これは書籍の利点だなと思います。大人性教育ならではのポイントは、ただの期間の解説ではなく、それぞれがどんな風に生活に影響しているかっていうことも書きました。例えば女性器のついている位置の差で性行為の時に起こりがちな問題なども掲載したので、医学書では得られない情報も掲載しているのが特徴です。それと女性のことを把握するには欠かせない生理や低用量ピルの解説もあるんですが、注目してほしいのはそれを知ってどう活用するかが重要だと思うんですね。保健体育だと仕組みの解説だけで、辛いねで終わりなんですけど、これは大人性教育なので、その性知識を知って QOL クオリティオブライフを良くしていこうということで、日々変動するホルモンバランスの特徴を知って快適に過ごす方法や体のケア方法なども紹介しています。この章の一番の見どころはマスターベーションについてで、
YouTube では紹介できないセックスで気持ちよく感じやすい体になるためのマスターベーションの方法について載せています。これはどこに行ってもほとんど襲われる機会がないので、正直この情報だけでもこの本の価値があるのではないかと思っています。やり方は自由ですっていう回答を聞くことが多いと思うんですけど、まあ、そりゃそうだけど具体的な方法が知りたいのよっていう方たくさんいらっしゃるんですね。ちゃんとポイントがあるんですよ。でそのポイントを、まあ、有料の情報として隠してきたんですけど載せちゃいましたのでぜひご覧ください。第3章、性知識で深まる男女のコミュニケーション。コミュニケーションの章は、女性は何を考えているのかわからない、男性に何で伝わらないのかわからないという、なぜ男女ですれ違うのかっていう仕組みと、それを解消する具体的な方法まで掲載しています。例えば、女性は話を聞いてほしいだけなのに、男性は女性の話の途中でアドバイスをするっていう、男女ではあるあるですよね。これは女性は誰かに話を聞いてもらい理解してもらうとストレスが減るのに対し、男性は冷静に客観視して分析し解決策を考えることがストレスを減らすんですね。なので女性が話をしている時に遮ってアドバイスをしたくなるんです。ただだからといってこれを放置していると、女性は話をきちんと聞いてもらえない不満や、男性はアドバイスをしたのに感謝されない不満をためて最悪の結果になってしまうので、どうやってお互いがストレスをためないように解消するかという方法を掲載しています。世間では女性の話を一方的に聞くことが男女関係の向上だと思われがちなんですが、実は男性も女性と同じぐらい女性に話をしているっていうデータがあるんですね。お互いの話をどんな風に聞くかで2人の満足度が変わるので、そのあたりも掲載しています。ちょっともうネットで出回っている男女関係向上のマニュアル的なものを信じきるのはやめようよと思っていて、最近情報が簡単に仕入れられすぎていて、まあ、マニュアルでしか動けない方が増えている感じがするんですが、まあ、人とのコミュニケーションっていうのはそうではなくって、理解して想像力を働かせて動くっていうことが大切なんですね。最近似てるなって気づいたのが、チャット GPT に対するプロンプトで、どんな風に入力したらいい回答がもらえるかなとか、このパターンで聞いたらこう返ってきたからこうしてみようかなみたいなものを考える必要がコミュニケーションにもあります。この章は人との関係を築く上ですごく大事なことが書いてあるんですけど、これさえすれば大丈夫みたいな嘘くさいことを書いているわけではないので、正直理解するのが難しいかもしれません。でもちゃんと応用する方法が書いてあるので、これができたらめちゃくちゃ人間関係が良くなるし、自分自身の成長を、まあ、これが大人になったっていうことだなっていう風に感じるはずなので、ぜひ理解するまで何度でも読み返してほしいなと思っています。この章の中で私が好きなフレーズがあって、そのスキンシップは性的か性的でないかっていう、俺か俺以外か的な感じで、男女間のスキンシップで超重要なポイントで、スキンシップが上手な方はこの区別がしっかりとできている方なので、ぜひ読み込んでみてください。第4章、大人になった今なら重要性がわかる妊娠と性感染症。ここの内容は唯一高校の保健大学の教科書に掲載していたであろうことを解説しているんですが、あの頃は重要性に気づかなかったよねっていう内容で、まあ、大人になった今だからこそ読んでいて知っておかないとやばいなって思うと思います。ただ妊娠に関しては、学生向けだとどうやって避妊するかっていう話ばかりになるんですが、これは大人向けなので、どうやったら妊娠するかという観点で話をしています。妊活している方や将来子供が欲しいと思っている方は、男女ともに早めに頭に入れておいた方がいいです。あとは梅毒が右肩上がりで蔓延していることもありまして、性感染症予防のポイントなども掲載しているので、セックスをする全ての方が大前提として知っておくべき情報なんですね。これが頭に入っていない方はセックスする資格なしと言い切っていいと思っています。第5章、学校でも AV でも学べないセックス。セックスの章は期待されている方も多いかなと思ったので、とても濃いです。ただ物理的なテクニックではなく、セッ
ックスにたどり着く方法、うまく活かせる方法、いい関係を築くためのセックスの方法に特化しています。いくら物理的なテクニックを学んでもたどり着かなかったら意味ないじゃないですか。ここは項目タイトルを紹介した方がどんなことが書いてあるか分かりやすいと思うのでご紹介します。 AV 大国日本、アダルトビデオ視聴による影響。 AV のどんなところが現実と違う点なのか、現役の AV 監督さんにもこだわっている演出について伺いながら具体的に掲載しました。具体的な話は YouTube ではできないので、あ、そこも演出だったんだっていう風に参考になるんじゃないかと思います。改めて見返そう基本のセックスのやり方、こちらもマスターベーションと同様教わる機会もないですし、やり方は自由ですって言われがちなんですが、やっぱりポイントがあるので改めて見返してみるとうまくいかなかったことが解消するかもしれません。性的同意、勘違いしすぎ問題と難しく考えすぎ問題。去年2022年に強制性交罪が不同意性交罪へ、性交同意年齢が16歳に引き上げられることが閣議決定されたこともあり、性的同意について結構議論が起こっているんですが、そのほとんどが勘違いしすぎ問題と難しく考えすぎ問題なんですね。スムーズに同意が取れる人と取れない人の違いは何なのか、何が問題でどうしたらスムーズにできるのかをそれぞれのパターンも用いて解説しています。ここでぜひ覚えておいていただきたいのが、いやよいやよも好きのうちは違うよっていう話で、性知識アカデミーを以前から見ていただいている方はご存知だと思うんですが、いやよいやよはマジで嫌なんですね。でもこれでもちょっと足りなくて、本当はいやよいやよはマジで嫌、無言になったら死ぬほど嫌、これ心に刻んでおいてください。行くって何？オーガズムには明確な定義がある。彼女を行かせたいですとか、行けなくて悩んでいますっていうご相談がしょっちゅう来るんですが、行くっていうことをよく知りもせずに悩んでいる方も少なくないんですね。なのでオーガズムとはどんなものなのかっていうことについて解説しています。セックスの満足度を高める方法、これ性的満足度にはとにかく関係性の満足度が大事だっていうことが分かっています。さらにどんなことで性的に満足するかっていう点は男女で微妙に違うんですね。そこを詳しく解説しました。一部ですがこんな感じです。興味を持っていただけましたでしょうか。なかなか普段の生活では聞くことができない内容が満載なので、何かしら興味が湧くことがあるんじゃないかと思います。 Kindle でも販売していますし、ぜひぜひせっかくなので書店で手に取っていただいてご購入いただけたらとても嬉しいです。読んでいただけた方は Amazon レビューやこの動画のコメント欄にでもぜひご感想いただけたらとってもありがたいです。あとは読んでいく中で疑問に思うことや、ここちょっと理解しづらいなって思う内容がありましたら、そちらもこのコメント欄や概要欄に問い合わせアドレスが掲載されているので、そちらにお声をいただけたらまた動画で回答することもできるので、ぜひお知らせください。今回は以上です。この動画が良かったよと思った方は高評価、チャンネル登録、大人性教育の購入をぜひよろしくお願いいたします。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。